へい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 。はい、皆さんこんばんはんずー。こんばんはんずー。はい、わざチャンネル MC つねです。サブ MC のフジモンでございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、このペア久しぶりですね。そんな、ね、ツンツンしないでよ。え、はい。あ、そうですね。あ、いつ以来でした？結構前ですね。結構、うん、はい、はい、ということで今回ねファイナルファンタジーという対策オンライン RPG が出ましたので、はい、そちらの方のおすすめパーツの方を紹介していこうかなと思いまして、まあやっぱり対策ですから快適にしたいっていう方いっぱいいらっしゃると思うんで、はい、僕たちの、まあ、経験と知識で皆さんの快適な冒険をサポートしていきたいなと。ほんまですか？本当です。すごいですね、それ。任してください。主にフジモンの方が頑張ります。おかしいな、それ。はい、ということで、はい、この番組のお決まりからさせていただきます。お決まり。はい。はい。お願いします。の。はい。はい。当番組、ワンズチャンネルとは、大阪日本橋に店舗を構えております PC パーツショップ PC ワンズの公式ユーストリーム生放送でございます。生放送毎週木曜日の9時から放送してございます。今話題の旬なパーツやおすすめ商品、その他各メーカー様の協力によりユーストリームの MC たちが実際にパーツを使用し紹介するという番組でございます。はい、それで見れました。難しいこと言うね。はい、いいですよ、どうぞ。はい、開いてる。アクセスマップでございます。はい。はい、大阪日本橋ど真ん中。ど真ん中。地下鉄坂筋線恵比寿町駅から北に歩いて約6分。6分？本当に？ほとんど。かかったんですか？大体。はい。はい。日本橋4丁目交差点北に歩いて30秒。はい。ここに PC ワンズ店舗ございます。そうですね。はい。店の外観こんな感じでございます。綺麗なお姉さん立ってますが、これはイベント時ですね。はい。はい、こんな感じでやっております。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そしてワンズの買い物はもっと便利にということで、お客様のニーズに合わせて楽々お支払いができちゃいますということで、今回ですねこちら交通系 IC カードというのがお支払いにできるようになりました。はい、はい、あんまり僕使ったことはないんですけども、でも便利ですよね、はい、イコカとかね持ってる方はね。そうですね、はい、はい、クイックペイ、ドコモ ID などもお使いいただけますので、ぜひぜひお気軽にお越しくださいませ。くださいませ。はい、皆さん、聞こえてますでしょうか。こんばんはんず。なんかとびとびということですけども大丈夫そうでしょうか。大丈夫かな。はい、きっと大丈夫なはずです。はい、真のフルカスタマイズ PC をあなた宛てに、ワンズフルカスタマイズ PC ですね。はい、当店の自慢のサービスの一つでございます。はい、あなたの選んだパーツを当店スタッフが組ませていただくというサービスでございます。ぜひぜひご依頼くださいませ。くださいませ。そして、お客様のあなたのパソコンをぜひ自慢してください。オレフルシーズン2ということで、当店にてフルカスタマイズ PC をご購入いただいたお客様全員が参加できるワンズオリジナル企画でございます。ご応募いただいた方にもれなく1000円分のクオカードを申請しております。参加方法は Facebook などに書いてございますので、ぜひぜひご視聴ください。はい、ということで、うん、はい、はい、大丈夫なのかな、皆さん本当に大丈夫ですかね。なんかね、チャットが全然反応が来ないんですけども。いけてるのかな。いけてますか。この間の意識組が、あ、本番に間に合った。ちゃんと来てますね。あ、よかったよかったよ。はい。はい、どうも、みんな、今来られた方、どうも、フジモンでーす。つねです。フジモンでーす。フジモンでーす。はい。はい。はい。ということで、今日の企画ですね、こちらになりまーす。ドン。の。はい。はい。はい、ワンズチャンネル133番目、ファイナルファンタジー14、新生エオルゼア、ファイナルファンタジー14デバイスグラボおすすめ紹介、イエーイ、ということでですね、はい、はい、まあ、ついに始まりましたね。そうですね、期待が高まったファイナルファンタジー14でございますが、まあ、こちらの起用からですね、スクエアエニックスさんが発売されました、はい、ファイナルファンタジー14の、うん、新生改訂版でございますね。はい。はい。まあ、以前はね、いろいろお話があったようですけども、はい、今回はかなり期待度が高いということですね。そうですね。まあ、もう、やばいです。やばい。一言言うと、やばいです。はい。はい。いろんな意味でやばいです。そう。はい。で、発売前からね、はい、弊社でもね、
それ用にパソコンを組みたいんだというお話でいろいろお話伺っておりましたけれども、はい、はい、そのためになかなか、ね、うん、スペック高いのを選ばせていただいたりですね、うん、はい、で今日はどのくらいのものが必要なのかっていう実際 ね、 ね、はい、うん、まあ、パソコン CPU はもちろんのことなんですけれども、今回はねちょっと私の方はグラフィックカードの方を調べてまいりましたので、おお すごーい、はい、はい、そして、フジモンの方は、はい、実際僕は実際にですね、まあ、はい、もうご存知の方いると思うんですけども、はい、今回 の、まあ、新製 FF14 は、はい、プレステ3版と、まあ、パソコン版と、はい、ね、2つの出てますね、はい、はい、まあ、ソフト携帯出てるんですけども、はい、もう今回ですねこの日のために、はい、まあ、パソコン版だけではなくプレス3版もちょっと、はい、実際も自分で購入しまして、買ったんですか、はい、で、本当にプレス3版とパソコン版どう違うのかっていうのも踏まえてですね、はい、ちょっと動画を、はい、撮ってきましたので、はい、そちらをですね皆さんに見ていただこうかなと思ってます、はい、ということで皆さんお楽しみということで、最初フジモンさすが、はい、偉いっていうコメントがいただきました、ありがたいですね、はい、フジモン偉いです頑張りました、彼、頑張りました、はい、じゃあ適当に頑張った私の方がこちらのコーナーでーす、はい、はい、グラボ検証、俺のグラボがファイナルファンタジー14をプレイするのに力不足なはずがない、おっということでですね、おお、なんかあれですね、某アニメっぽいですねこれね、うん、かもしれませんね、はい、ということでさあ皆さんお使いのグラフィックカード何かね、よかったらちょっと教えていただきたいんですけども、あなたの使っているグラフィックカードがファイナルファンタジー14をするのにどれだけ通用するのか、通用するのか、はい、ちょっと調べてまいりました。実際まあフジモンの方はプレイの方していますので、はい、ちなみに私はベンチマークだけ走らせたんで、ゲーム自体はできてない。もしするとしても、ちょっとなかなかできなかったかもしれないという、そういった状況でございますけれども。はい、ちょっと皆さんのグラフィックカード見てみましょう。7750や、GTX570。ほうほうほう。5800FX。680。おー。560Ti SLI とかもありますね。すごい。いいですね。今回ちょっと、皆さんも、気合入ってますね。気合入ってますね。660Ti、うん、そうですね。はい。で、その中に GTX760 がひときわ光っておりますね。そうですね。はい。ということで、あなたの760はどんな位置にいるんでしょう。そして、久しぶりに登場いたします。はい、常指数の方もお楽しみに。お、常指数、お楽しみに、はい。はい。先ほど出来上がったグラフの方見ていきましょう。早速。いえ、グラフの前にどういった検証したかっていうのをですね。ですね。まず、Windows、すいません、ファイナルファンタジーの方。の必要環境というのをちょっと見てみましょう、はい、ちょっともうざっくりいきましょう。高圧デュオの 3GHz ですね、はい、かなり高圧でも高いものを要求されております。そうですね、はい、メインメモリは 2GB、うん、まあ、ゲームで使用するのは最大 2GB にはなりますから、まあ、2GB 結構きついでしょうね、はいはいはい、ハードディスクは 20GB、 つまりインストールにこれだけ使っちゃうのかしらという感じですね、うんうんうん、ちなみにベンチマーク、はい、のソフトだけでも、はい、3GB とか、ね、そうですね、今のキャラクタークリエーションのやつ、ね、本当にすごいデータ、もうベンチマークとしては結構ね、大きいファイルですね。そうですね、ちょっと初の大きさですね。うん、そうですね。はい、そして、グラフィックカードですね、GForce 8800以上、はい、Radeon 4770以上ということで、かなりハイスペックですね、はい、このそうですね。ここを見る限り、そして解像度、画面の解像度は 1280×720、 ここお、ここここ、はい、ちょっとフジモンのワンポイント、ワンポイント、はい、この 1280×720、 はい、はい、ここの数値は、はい、後ほど出てきますので、おー、はい、ここ重要ですよ、はい、なるほど、皆さん覚えておいてください、はい、後々この 1280×720 出てきます、はい、はい、さて続きまして、ブロードバンド接続は必須、はい、で、こちらね、ダイレクト X はダイレクト X9 が必要なんですね。そうですね。一番新しいのは11、11ですから、そうです。まあ、9に得意なグラフィックカードってあったはずですけれども、ありますね。その辺がどういうパワーを出すのかというのも見どころですね。そうですね。ね、実際ちょっと一昔の前のやつの方が出るんだよっていう方いらっしゃるんですけども、このゲームに通用するのか、その理論は、理論は、ほう、はい、かっこいいこと言うな、はい、はい、はい、そして、推奨動作環境でございますね。推奨は Windows 7 64bit 一つになってます、はい、あ、そうなんだ。そうですね、はい、ちょっと一つ前に戻って、うん、必要は Vista 必要で、うん、8も必要でも、はい、推奨は
セブンの64ビット。へーって感じですね。そうですね。はい。で、まあ、ここから i5 になるわけですね。そうですね。CPU は i5 の 2.66GHz。なかなかないですよ、ここまでの CPU を求めてるのは。で、メモリは 4GB。ハードディスクはさっきと変わらず 20GB。はい。そして、グラフィックカードの推奨ですね。はい。GeForce の GTX660 以上。おぉ。ラディオンの7950以上、これ7950と言いましたら、ラディオンの今のところ上から2つ目のチップですね。上から2つ目ですね、はい、そして推奨に出てきましたフル HD 1920×1080、うん、いやはい、まあ、この辺は変わらないですね。そうですね、はい、まあ、あとはサウンドに関してはね、まあ、あの臨場感が、ね、はい、あのやっぱし出るということでダイレクトサウンド対応カードですね、はい、まあ、このあたりも後々出てきますね。お、はい、さあ次ですね。で、これ、スコアを出しました、ちょっと簡単にここを見ていきましょう。これはあの公式で出てるやつですね。そうですね、はい、はい、ちょっと下の方からちょっと見ていきましょうか。1000未満動作困難ですね、はい、はい、赤ちゃんって感じですね。そうですね、はい、そして、1000から1499、設定変更が必要ということで、設定さえ変更すればなんか動くようなポイントだそうですね。はい、あ、ちょっとこれも必要かな。それが必要、あ、ポイント、あ、大丈夫です、ま、何でもないです。1500から1999は設定変更推奨、まあ、プレイできるけどたまに遅いかもねっていう。そして2000から2499普通普通、うん、そして2500から3499やや快適、そして3500から4999が快適、まあ、5000を超えたらもう遊べますせ、はい、とても快適、はい、そして7000からは非常に快適ということですね、はい、まあ、このあたりはね、前回の FF14 もそこまでこの数値って変わってないんですよね。そうですね、ただこの数値を出すのが大変だったという、そういうことですね、はい、はい、では次、まずちょっとね、今回出てきてないんですけども、3つのベンチマークを取ってます。3つのベンチマークというか3種類の設定ですね、細かい設定すごくたくさんあるんですけども、ざっくり言いますと、解像度はフル HD 1920×1080 で、あとこのグラフィック設定プリセットを3種類使ってます。まずこの最高品質という文を選びました、はい、本作で設定できる最高の映像表現が可能になる設定です。高いスペックの環境が必要です、はい、うんうん、なるほど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 、これがハイで、ミドルがこちら、高品質かっこノート PC、本作が推奨する動作環境で快適に美しい映像になる設定です。ノート PC 向けの設定です、はい、まあ、こちらノート PC でなくても十分な綺麗さを誇っております。はい、はい、そしてロースペック向けのこちら、標準品質ノート PC という分もあります。はい、はい、こちらは、動作を保証する環境で必要十分なプレイができるバランスの良い設定です、うん、ということでですね、はい、こちらローと、位置付けまして設定をしました、うんうん、で、実はこれ以下の設定にもできるんですけれども、これ以下にしていくとなんだかプレイしていくその喜びみたいなのが薄れていくんではないかなと思います、はい、そうですね、特に今回の FF は綺麗ですよね。知ってるんですか。で、ベンチマーク見てるだけですけれど、ベンチマークでそのエフェクトとか、はい、なんか刀とかシャバーっとあったりとか、魔法がヒョバーみたいな、ね、ゲームやってないのに綺麗ですよねって言いましたよ、この子。いや、でもいろんなゲームやってきてますからね。まあ、はい、まあそうなんですけどね、本当に綺麗なんですけど、ね、はい、おっしゃるように。はい、召喚獣リフリーとか、バーンってやったら、バーンってなって、バーンみたいななってますから、ね。あれ敵なんですよ。召喚獣って、はい、敵がね、はい、まあ、もうヒュリートさん出てきたりとかね、してますからね、ベンチマークで。という3つの種類でやってまして、はい、はい、こんな、すごく文字を羅列してみました。もうめっちゃ、ごめんなさいね、見づらい。はい。でですね、これちょっと1つ持ってきました。これ真ん中の設定ですね。はい。もう1つ1つこれ、文字が出てくるんですよ。はい。はい、画面サイズは 1920×1080 で、プリセットはノート PC、高品質、つまり真ん中の設定になっています、うん、はい、スクリーンモード設定はフルスクリーンモードですね、はい、これ、クロスファイアとか SLI するときにこれにしとかないとポイントが出ないことがあります。はい、はい、で、まあ、こんな感じで、有効やら無効やらいろいろあるんですけれども、はい、はい、まあ、これがちょうど真ん中ぐらいになって、とりあえずプレイするのにはかなり綺麗に表示されるんではないでしょうかという、そういったものになります。はい、まあ、まあこちらシステム環境をちょっとざくっと
言っておきますね。 Windows 7 Ultimate 64bit ですね、うんうん、CPU は Intel Core i7 の3820、つまり X79 マザーボードでやっております。はい、はい、メモリーが14、ちょっとごめんなさい、ですね、4×4 ですから16ですね。はい、はい、でこれに書いてあるグラフィックカードはこちらですね、 GTX690 と、はい、どこかの魔王が使ってたような、そんなグラフィックカードがまた登場しているということですね。また登場しましたね。はい、ではでは行っていきましょう。はい、まあ、こちらの方があのポイントが出た時の画面になります。はい、ちょうどフル HD に収まりましたね。はい、ですね、まあ、こちらの方が評価の時間と、あと最高品質で出した分ですね、9484点、非常に快適。これは一体何のスコアなんでしょうね。何のスコアだ、ね、これは気になりますね。いい、はい、まあ、先の、 文字の羅列はこのレポート出力っていうところをポチョンと押せば出てきます。はい、はい、でさっき の、 あの設定自体はこの設定変更っていうのをペチョッと押していただきましたら出てきます。はい、はい、最近のベンチマークなんです。ベンチマークのこのソフトなんですけども、キャラクター作成というボタンがあるんですけども、こちらの方作成していれば、実際のゲームの方で適用することができるそうです。はい、そうです。はい。実際、今は、キャラクター作成も大変なほどだそうですね。キャラクター作成オンライン。はい。では次。ということで、早速、ポイントの方を見ていきましょう。今回、はい、このグラフでお見せするのは、この高負荷設定のみとなります。はい、さあ下の方から見ていきましょう。まず一番下はというか、まあラインナップを紹介してませんでしたね、GT520、 はい、ロースペックのグラフィックカードですね、とりあえず表示できればっていう方向けですね。はい、そして GTX560、二昔前の、まあ、ミドルハイですね。はい、そして GTX580、二昔前のハイスペック。はい、そして GTX650、はい、一昔前のミドルスペック、うんうん、GTX670、一昔前の、ハイスペック、はい、そして GTX690、過去魔王、こちらの方は一昔前のエクストリームスペックですが、はい、これに匹敵するあの2スロットのものは今のところ出てきておりませんの で、 そうです、ね、まあ、一昔だろうが二昔だろうがということで、そしてこれ出てきました GTX760、はい、こちら今現在の世代のミドルハイでございますね。はい、そして GDX タイタン、まあ、現行最強シングルですね。はい、シングルチップですね。そして、ラディオンの方はこの辺を見てみました。HD7770 ですね、ロースペック、あ、すみません、ミドルスペックですね。そして、新しくこの7850との間に出てきた7790、はい、コストパフォーマンスが高いですよというので僕がおすすめしてた分です。そして、もう昔から僕が愛してやまないこのグラフィックカード7850、頑張ってくれるんでしょうか。はい、そしてもう一つ上こちらですね、アレス2 7970×2 っていうのがありますね。まあ現行最強のグラフィックボードですかね。あのシングルっていうわけではなくてですね、はい、まあ、1枚で、ね、1枚で最強っていう意味と言われているボードですね。はい、さあこちらアレス、勇者アレスと魔王との戦いもどうなるんでしょうか。はい、まあチャットの中で680がないことに悪意を感じるというね。はい、まあ680、これね、やりたかったんですけどね、680がちょっとね、入手ができなかったんですよね。そういう形になりますね。まあ、670に近いスコアだと思っていただけましたら、そうですね。はい、まあ、ちょっと近似値は出てくると思いますので、はい。はい、では、早速、ちょっと下の方からニュルニュルスコアの方を見ていきましょう。はい。はい。まず、GT520661、先ほどの表の方を思い出してみましょう。はい。動作困難。うん、動作困難でした ね。1000以下ですからね。まあ、でこちらの方、後でもちょっとお見せできればと思うんですけれども、ロースペック、ノート PC 向けのロースペック設定にすると、設定が必要という分になるので、うん、一応、こちら設定さえ下げればプレイは快適にできるというのを、はい、フジモンにも試していただきましたね。こちら後で言う。後で言う。はい、後で言う。うん、そして、はい。はい、こちらですね。はい、まあ、だからその520については、ちょっと覚えておいてください。覚えておいてください。まあ、もう現状今一番下ですよ。一番下です。はい。はい。もうできないよって言われている520。これがどうなるのかっていうのはちょっと後ほど。なるほど。はい。そして次のポイントですね。はい、GTX560 が6014点。もう10倍ですね。はい。はい。まあもうこの辺から来るとね、サクサクですね。そうですね。これ560、6000点ってことはまあ、かなり快適、ね。そうですね。ですね。はい。はい。まあ、つまり、二昔前でも十分遊べます。十分遊べるという形になりますね。はい。そして、こ
こちら580、9403点。はい、まあもう余裕すぎるってことですね。余裕ですね、まあ、9000点超えた、はい、まあ、7000点超えたら非常に快適という形になりますからね、はい、どんな設定をやっても動くでしょうというね、はい、というものですから、はい、まあ、これを揃えれば大丈夫ですよということですね、はいはい、そして最新のものになってきます650ミドルスペックですね、FF 用にっていう形で買っていかはる人が多い、はい、ボードになりますけども3424点、うん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 、ふむ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 、まあ普通ちょっと以上でしたかね、はい、はい、そんな形になってます。次に GTX670、はい、13,347点、はい、余裕ですね、全然余裕ですね、はい、というかダイレクト X9 の設定でしたら、はい、まあ、なんか580の方が早くなりそうなと僕思ってたんですよ、うん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 、670の方がいってしまいましたねそうですね、ちょっとこれはね足回りなんですかね、はい、メモリー周りのスピードやら容量やらっていうところで設定差がついたのかもしれません、はい、というのがちょっとありますね。そして次は魔王様、はい、魔王様生きてらっしゃったの、はい、っていうねコメントが、なんかその辺で寝転げてたのをこう引っ張り出してきました、はいはい、びっくりはてなということでこちらの方後ほどだそうです。後ほどです、はい、そして次GTX760 ですね。今回の主役の一つ。9196点。ほう。はい。まあ、670にちょっと届かない性能ということで、まあ、これ間違いないものなんですけれども、後々で出てくるのが、ここのコストパフォーマンスの面でどうなのかっていうところですかね。はい、はい。で、今のうちに言っときますけど、この GTX580 と760、うん、世代が違いますから、ポイント一緒なんですけど、世代が違いますから、はい、熱の出方が違いますね。はい。そして580、僕も使ったことがあるんですけれども、はい、100% に回してるとき、うん、とてもすごいことになりますね。音が。はい、音が。はい、そうですね。すごく熱くなって、で、ファンがもうゴーゴー回るので、はい、ドライヤーをパソコンにつけたかのようなそういったことになりますが、はい、760はそんなことは全然ないですね。いたって静かですね。静かですね、はい、まあ、この辺後でフジモンが教えてくれるでしょう。そして次こちら GTX タイタンですが、こちらもびっくりはてなということで、はい、後でちょっとお見せします。はい、そして、HD7770 は4882点、はい、GTX650 より点数が出てます、うん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 、値段も近いので、そうですね、7770と650同じぐらいの値段ですかね。そうですね、はい、点数出てますから、そうですね、単純に FPS 勝負でしたら、うん、7770の方がお買い得ということになるかもしれません、値段次第ですが。で、あとですね、まあ、ここでもう言っちゃうんですけども、もしかしたら NVIDIA のグラフィックカードと Radeon のグラフィックカードの見え方が違うかもしれません。処理の仕方が違うので同価格帯でこういったスコアの差が出てきているかもしれません。はい、はい、そして次僕がおすすめの HD7790 5627点、これがねお値段だいたい1万7000円ぐらいでこれ出せるんで、はい、非常にお買い得、うん、なんじゃないかなって、新品のお値段ですね。そうですね、はい、そして私が愛してやまない7850は7481点、まあ快適、ね、非常に快適のクラスですね、はいはい、で熱もそんな出ないですし、まあ、もうおすすめですね、はい、そしてアレス2もちょっと秘密にしちゃってますということで、まあ、これが全容でございます。はい、はい、ここまで来て何か藤本さん何かご感想などありますか。そうですね、チャットの中でですね、はい、まあ、今回の FF は SLI いけたっけとかクロスファイアいけたっけとか、はい、まあ、そういった書き込みとかもね見受けられるんですけども、その結果が多分このグラフィック、ベンチにもね反映されてるんじゃないかなっていうところで、この、消されているところですね、はい、こっちか、はい、消されてる、はい、はい、まあ、その、ね、数値をちょっと楽しみにしていただけたらなと、はい、はい、ではもう早速見ていきましょう。次にお出しするのがこのスコア、ボン、タイタン、はい、タイタン13325点、化け物ですね、はい、はい、化け物スコアが出てきました。ひょいっときましたね、ええ、ただし値段が10万本本円みたいな、ええ、はい、ええ、形になっておりますので、はい、こちらはちょっと覚悟して買わないといけません。ただまあシングル GPU 最強は伊達じゃないということですね。そうですね、シングルチップは最強伊達じゃない、はい、そして皆さん気になる一番上の勇者アレスですね。アレスです、はい、こちらの点数はいかに、ドン、9484点、あら、
アレスって確か7970の2枚でしたよね。その通りです。こちらには実はからくりがありまして、そこは後ほど、あ、後ほどにしておきますか。後ほど、はい、はい、そして同じく GTX670 相当が2枚の690の魔王様の点数をちょっと出しておきましょう。ドン、はい、15,861点。はい、はい、まあもうダントツでございますね。まあ、ダントツでしたね。はい、なんかムカつきますね。ちょうどあの670の2枚かける2の 60% っていう感じのパーセントになってるんで、はい、あ、まんまやなという感じでございますが、はい、うんうん、はい、もうただまあこのね7000点以上は ほぼ変わりないんで、この15000点、16000点の使い方はまた後でお伝えします。はい、で、はい、このスコアで、はい、皆さんが、はい、もうチャットの方でもね、答えが出てたりとかするんですけども、今回のですね FF のまだあのベンチマークについてはですね、はい、実は SLI は有効になってるんですね、はい、うん、ただクロスファイヤーに関してはまだ対応できてないんですよ。実際のゲームの方でもそうです。なのでクロスファイヤーに関しては今後対応予定ということで、はい、まだ確実ではないのでアレスの数字が下がってしまっていると。その通りですね。はい、だからまあ本当にあのこれは7970シングルで動かしているのと変わらない、数値になっていると思います、実際のところ。なので、ちょっとこの段階ではラディオン不利かなというところなんですけども、はい、単体で見たときにはね全然数値が非常に高いので、はい、ね、そういった部分ではやっぱし、ダイレクト9に特化しているラディオンは強いのかもしれないです。ですね。はい、はい、ではちょっと次のフリップに参りましょうか、うん、はい、じゃん、これは FPS ですかね。そうですね、平均 FPS というのが先ほどのレポートの方に出てくるんですけれども、はい、誰かに見たいで、あ、アレスって専用ドライバー、アレス専用ドライバーもないですかね、確かね、はい、はい、出てます、はい、はい、で、あ、ごめんなさい。あ、はい、で、FPS 実はね、あのさっきのあのポイントなんですけれども、はい、だいたいこの平均 FPS に100かけた数字ぐらいなんですよ。あ、なるほどなという。なんで平均 FPS を逆算して、まあまあ98何でしたね、まあ、何しか100倍ぐらいしたら、はい、あのポイント出ますんで、それを100で割れば平均 FPS が出てくるという形になりますね、はい、で、これを見ていくと、GTX520 をフルの、設定でやると、うんうん、FPS5 しか出ませんよと、はい、5っていうのはどういった意味でしたでしょうか。 5! はい、1秒間に5枚の絵を使って出しているような感じですね。はい、で普通のテレビ番組っていうと大体どれぐらいかっていうの、30フレーム、つまり普通のテレビ番組の6分の1の FPS ということですから、はい、まあ、かなりガクガクですね、はいはい、ドラえもんもびっくり、コロスケもびっくりな FPS ですね、はいはいはい、そして560がこの画像 FPS ですんで、はい、まあ、FPS 人間が満足いく FPS ってどれぐらいからでしたっけ。人間が満足いくというか、そうですね、あの体感できるというか世界に入り込めるっていう部分については60フレームですかね。なるほど、うん、まあ、あの45FPS ぐらいから、うん、多分気にならなくなってきます、うん、45と60をあの差が気になるっていう方は あんまり多くはなくなりますね。あの、まあ、FPS ゲーム、うん、あの銃でバンバンガンガンするようなゲームでしたら、あのやっぱり気になる方多いんですけれども、ね、普通の RPG だったらまあ気にならない、まあ、気にはしないでしょうね。その通りですね、はい、なのでこの560であればその3820との組み合わせであればもう十分いけますよと、うん、でまあちょっともう580であれば 83fps、 はい、もうあの二昔前でもやっぱり厚かろうが何だろうが安ければいいっていうことでした。これも十分ありですね、はい、で670は92、650は28、はい、28じゃちょっとね、まあそうですね、はい、ただまあこれ高負荷設定っていう分でこうあのやっちゃってる分なんですけども、これをミドルぐらいにすると、はい、まあ、ちゃんと FPS 出ますし、あのミドルにすると40ぐらい出るんですね、はい、はい、そして760は81、まあ、十分ですね。十分です。そしてタイタンは123、うん、あまりすぎだろうという感じになっちゃいますね、はい、7770この辺ですね、はい、FPS は十分、
ですね。41度でもずっとこれが出るんであればもう、はい、幸せなことでございます。はい、79702枚、まあ、これ79701枚の数字なんですけど多分、はいはい、90もう7970でも大丈夫ですし、7850でも大丈夫でしょうという形で、ね、はいはい、この GTX690 先の計算式をお伝えした通り、どうなるかというと大体 152fps という形になります。はい、いやまあ、これだけ出ればね幸せですよね。幸せですね。152とかふざけてますよね。はい、それ私のグラフィックボードだからこうディスってるわけですか。ええそんなことはないです。はい、はい、でそしてこちら常指数ついに来ました。はい、はい、こちら新品グラボコスパ常指数ということですね。はい、お値段ですね、これ新品で今現在ある値段出してます。7850は新品で22,800円、はい、7790は16,480円、これ安いです。はい、はい、タイタンは112,800円、うん、素敵ですね。はい、760は26,980円、 GTX670 は43,980円。はい、あそうです、760素敵な値段ですね。はい、はい、そして650は12,480円、 GT520 は3,880円。はい、でこちら数字が出れば出るほどあお買い得ということでですね、計算式はこんな感じです。ポイント割る値段 ×100 でございます。はい、出た。はい、はい、はい、で、四捨五入ちゃんとやってます。はい、520は17ポイント、まあ、うん、あのポイントからするとまあお買い得に見えますけれども、圧倒的パフォーマンス不足ですね。これがカッコに書いてあるのがポイントでございます。はい、はい、で650は27ポイント、まあ、お買い得なんでしょうけれども満足いきますかなというところですね。はい、はい、670 24ですね、これ結構いい方になります。はい、がこの760 34ポイント、うんうん、素敵でございます。素敵でございますね。はい、はい、この26,980円の秘密はまた後ほど。そしてタイタン値段の高さが響いて12ポイント。はい。はい。素敵な数字になってますね。そして、僕が大好きなこのラデオン勢ですね。どっちもこの760に匹敵する数字になっております。はい。特にこっちですよね。7790が16,480円で結構プレイできての、あの、このコスパですから。はい。はい。まあ、値段抑えめでもプレイはしたいっていう方にはこれをお勧めできます。はい。そして、まあ、そうですね、ちょっともうここで商品紹介しておきましょう。はい、どれから。はい、その790いきましょう。はい、はい、こちらが16,480円の7790。はい、はい、MSI で7790でございます。さらにこれ SIM C のクーポンついちゃってるんでさらに楽しめます。16,480円でございます。はい、そしてあこれまだです、あのプチプチだけ今回こっち、そう、はい、そして新品もう一つこちら、じゃん、プチプチにくるまれた謎の製品、こちらゆっくり見て みるとクラブ 3D の BGNX-X766F バルク、バルク品の GTX760 です。お値段 26,980円です。ちゃんと保証1年間ございます。値段安いです。安いです。そしてツインファン、はい、はい、ということで、新品で組んでハイパフォーマンスを体感するなら GTX760 で決まりだねというのが今回僕が分かったものでございます。はい、そしてもう一つ、ですね、おすすめしたいのはこちら。はい、さらに細かくなりました。こちら中古製品、中古製品グラボコスパ常指数ということですね。はい、計算式は先ほどと一緒でございます。アレスが9484点で12万ですね。7850は14,980円、お値段覚えておいてください。はい、そして7790は14,980円、値段一緒です、中古製品であれば。まあ、これちょっと状態違うんで何とも言えないんですけれども、はい、はい、7770は1万円切って9480円、タイタンは99,800円、 GTX690 もなんと今ならあります、82,800円、 GTX670 は32,800円、これ安いんです、うん、めっちゃ安いです。はい、で650は8,980円、うん、いい感じですね。580はなんと18,980円。はい、スコアだけ求めるのであればこれかなりありです。はい、はい、GTX560 これも9,980円、値段倍違うんですけども、はい、十分プレイできます。できますということですね。はい、本日の在庫あり製品の価格です。はい、そして、これがポイントがこんな感じで階段になっちゃってます。はい、アレス2、先ほどのタイタンよりポイント悪いですね、8ポイント。うーん今はですね、今はですね、はい、クロスファイア、ね、はい、なったらどうなるか分かんないですけども、はい、はい、7850は50ポイント、そして中古の7790が38ポイントになっちゃってます。この、まあ、ラデオン勢のこのスコパフォーマンスコスパの高さですね。そうですね、50ポイント51ポイント、はい、設定
はい、設定設定、はい。そして690は残念ながら19ポイントですが、ただ今690がうちにあるっていうことがすごいです。82,800円、はい、これ本当におすすめでございます、はい。そして760は残念ながら今のところ地方には入ってきておりません。そうですね、はい。でポイントだけで言えばこちら560の60ポイントはかなりお買い得で、さらに高みを目指すんであれば50ポイントのこちら580ですが、やかましいです。はい。でこちらバランスがいいのがきっとこの GTX670 でございます、はい。で当店の中古に関して、申し上げます、中古の保証は1ヶ月になってございます、はい。そして、なんとうちならではの素敵な保証がありますよね、はい、はい。その素敵な保証とはわがまま保証というのがございましてですね、はい。中古製品、そのままお返しいただけるのなら2週間以内でしたらご返品が効きます、はい、はい。なので性能の方を ご自宅の方で試していただいて、思うようなスコアが出へんなとか思ったよりやかましいなっていうのがありましたら、そういったご理由でお持ちくださいませ。対応させていただきます、はい、はい。もちろん店舗でもさせていただきますし、ネット通販の方でもそちらの方は適用できます。ただしネット通販の場合は送料の方はお客様に負担になってしまいますので、そちらの方はご了承くださいませ、はい。では、中古製品の方もざっくりちょこちょこっともう、はい、いきましょう、はい、はい。まず、製品あるのはこちらでございます。中古製品 HD7850MSI のございます。こちらお値段 14,980 円、ふうお買い得、はい。そしてこちら、素晴らしいパフォーマンスを誇りました GTX580 の MSI のツインフローザー2でございます、はい。こちらお値段が 18,980 円、おお、お買い得。そして、さらにこちらの方私がおすすめしたいのはこちら MSI のパワーエディション GTX670、 こちら中古価格 32,800 円、これ本当にお買い得だと思います、お願いいたします。そしてこちらが、はい、私のおすすめ、GTX690、82,800 円、こちらおすすめ先がございますので、またまた後ほど。そして、皆さんこれ箱入んないよね、入りません、アレス2、前で見て前でこの大きさですよ箱が、はい、アレス2でございます、はい。金額がですね、119,800 円、はい、はい、はい。ただですね、これは、はい、開けるとこんなのに、こんな中に入ってます、はい、はい、はい。あ、この中身は買った方のお楽しみで、はい、アレス、はい、ね、アレス、ね、アレス、はい、はい、ということですね、はい。ということで中古はこのような形でなっておるんですけれども、お買い得でございますので、わがまま保証覚えておいてください。試せます、はい。で今回、スコア取ったのがこんな感じでモシャモシャモシャーとなっております。かなりモシャモシャなっておりますが、はい、こんな感じでお買い得度とか1人ですごいね、モシャモシャやってるわけですね、はい、はい。この中で GTX520、最高品質では動作困難、中負荷品質928で動作困難、はい。そして低負荷品質1564、ちょっとこれ変えてないんですけども、設定を変えるのを推奨って書いてあります、 12.627fps ということで、はい、はい。まあ、このような形で、今回の私の、グラボおすすめなどは以上となります、はい、はい、はい。ということでここからはフジモンの実際のレポートの方をしていただければと思います。そうなんですけども、ちょっとですね、今回、はい、まあ、こちらの機器のですね、はい、手際で、はい、ちょっと用意した動画っていうのが直でね見せて、こうダイレクトに皆さんにお届けすることができないので、今回ちょっとパソコン越しにちょっとねなってしまうっていうのが非常に残念なんですけども、はい、はい、その前にですね、はいはいはい、ちょっとごめんなさい、はい、あれ、あ、じゃあそれや準備してる、あ、どうぞこっちで、あ、はいはい、はい、そう、準備してる間に、うん、私がもう一つ言いたかったことを申し上げましょう、はい、もう一つ言いたかったこと、はいはい、GTX690 のこの1万5000ポイントを生かしきる方法おです、はい。こちらね、最大解像度というのがあるんですけども、はい、フル HD 対応してるゲームはいっぱいあると思うんですけれども、ありますね、それ以上の解像度、はい、
9なんとか、まあいいでしょう。こちら、2560×1440 のこの ASUS のモニターでございます、はい。解像度高いですね。なんとファイナルファンタジー14こちらに対応してます。お、はい、対応してます。で、最高品質でこの解像度に合わせてやろうとすると、はい、タイタンでは実は綺麗にできないと。できない、タイタン1枚では。はい、でしたら690があるじゃないとはい、素敵ですね。690これでやりたいですよね。綺麗ですよきっとこちらのモニターとご一緒にどうぞ、はい、というのがこれ僕が使ってるモニターですからね。お、はい、いつの間に。はい、はい、ではではですね、まずですね、はい、これが出るかな。はい、今回ですね、はい、僕が、まあ冒頭でも言いましたけども、プレス3版とパソコン版と、まあ、両方購入しまして、はい、で両方で、まあ、実際プレイしたりとか動画を撮ったりとかしたんですけども、はい、実際どれぐらい違うのかっていう部分に、ね、はい、気になりますね、はい。まず画質のクオリティからなんですけども、これで見せちゃってもいけますよね、もうきっとね。はい、はいはい、これですね、プレス3版の画像です。おお、はい、プレス3版の画像です。お、これは藤本のキャラクターですか。はい、僕のキャラクターなんですけども、はい、顔が見えません。見えないですね。これあれですか、遠くから見てぼやけてるとかそういったもんではないんですか。ではなくですね、はい、実際ゲームをしてても、はい、こんな感じ。まあもうちょっとあの綺麗には映ってますけども、はい、でも概ねこんな感じです。なるほど、はい、で、まあちょっとね、後ろの方とかの画質もね、ちょっとあれかもしれないです。そして、はい、そして続いて、パソコン版の画像なんですけども、はいはい、あ、間違えた、失礼しました。変わってない、変わってない、変わってないとか言うなすみません、はい、おお、なんかもう明らかに違いますね。パソコン版です。あ、顔見える、ちゃんと顔も見えます。これだけね違うんですよね。後ろの背景にしてもそうなんですけども、背景も確かに、はい、ね、あのクオリティが全然違うと思います。はい、まあ、プレス3版については、はい、先々週ぐらいに僕がやったあの、はい、ゲームのキャプチャーの時にね、使いましたあのパソコンなしで撮れるよっていう、はい、商品ですね、はい、AVT281J かな、はい、そちらの商品を使ってキャプチャーしたんですけども、まあ、それでも、コンポーネントで出してる、そしてあの720でしかちょっとこの FF が出せなかったのでっていうのもありますが、はい、それでもここまで違うと。そうですね、はい、で、写真で、まあ、見ていただくのもあれなので、あれ、お、動画をね、はい、ここから行きたいんですが、実はちょっとこっちにないので、はい、本当に申し訳ないです。見づらかったら申し訳ないんですけども、はい、あー、やだな、これで出すの嫌なんですけど、はい、このちょっと画面越しで本当に申し訳ないです。プレステ3版のまず動画、わかるかな、これがプレステ3版の動画です。あ、もうこれ自身をギュッとちょっと映り込んでますけども、あー、違いがわからないかもしれない。でもまあなんとなく分かっていただけますかね。そうですね、背景とかもやっとしてますね。もやっとしてる、あー、映り込んでるな、申し訳ない、本当にごめんなさい。ちょっともうちょっと綺麗な形で出したかったという。お、これはロード時間ですか。で、ロード時間もね全然違うんですよ。へー、プレス3だとパソコン版に比べると、まあ言い過ぎかもしれないですけど5秒ぐらい違ってきます、ロードだけでも。まあラット、はい、ラットいじめちゃうね。ボケてる、ボケてる、めっちゃボケてますけど、でもまあこんな感じのボケボケな感じです。これ元からボケてます。はい、はボケボケな感じです。はい、はい、で、で、まあ、はい、プレス3版がこうですよね、はい、じゃあ実際ちょっと求めますね。じゃあ、品質でめちゃくちゃこう僕らが押してた760、はいはい、760のですね、1920、1080の最高画質
から、見ていただきたいんですけども、あ、これまま再生するか。お、もう FPS が違いますね。そろそろさっきのが 30fps でしたね。はい、ちょっとこれもまた分かりづらいかな。あ、もう FPS が違いますし細かさが違いますね。はい、これもちょっとズームしてみましょうね。さっきボケボケって監督が怒ってましたけども、はい、そんなにボケじゃないんじゃないでしょうか。で、後ろ あのこれ夕方なんですけども、はい、色合いとかっていうのも実際本当にしっかりと出てるんですね。はいはいはい。でこれが最高設定です。まあ滑らかに本当に動いてます、はい、ね、これだけ動けばもう文句はないでしょうけども。そうですね、760ですから、はい、さらに値段もね、先ほどの 26,980 円、はい、と合わせていただきましたら、はい、もうバッチリじゃないですか。そうですね。で、はい、今回、はい、まあ、760とかその辺が動くのは当たり前なんですよね。はい、おお、はいはいはい。じゃあ、僕がここでお見せしたいのは、はい、一番下だった520、はい、520 GTX520 でどれだけ FF が遊べるのか。お、はい、ここにちょっとね注目をしたいと思いますね。はい、520は3880円でしたっけ。はい、3880円、はい、金額が、はい、ね、そのグラフィックボード、じゃあ実際の、商品なんですけども、はい、まず520での最高設定、はい、した場合、はい、これですね。お、これは皆さんに伝わるでしょうか。なかなかいい感じでガクガクしてますね。はい、重たさ分かりますか。はい、ちょっと近くに寄ってみましょうか。最高品質ですから、まあ、一番ね、あの細かいところは変わってきてないはずですね。ラット見ましたよ。はい、あ、すごくなんかですね、持ちついてます、持ちついてますね、感じですね。で、実際ですね、この時あの私あのフラップスっていうソフトを使って、はい、FPS も見てたんですけども、はい、まあ、おっしゃるように5とか6とかしか出てなかったです。はい、最高設定だとやはりさすがに厳しい、うん、これは520もう仕方がない、はい、じゃあ520でも遊べる設定を見つけようじゃないかと、お、はい、いうことでやってきたのが、はい、私あの3段階設定ですね、おっていうのをやってきました。さっきのですね常くんのやつではノート用の標準設定とかってやってたと思うんですけど、はい、僕はデスクトップ用の、標準設定とかそういった部分でやってきたんですけども、はい、じゃあ行きましょうか。あ、変えてもらっていいですか。はい、3段階設定です。はい、まず、まあ、ちょっと見づらくて本当に申し訳ないんですけども、ここ最高設定になってます。あ、これ中でも変えれるんですか。中で変えれます。ゲームの中で変えれます。最高設定ですね。520出てますよね。はい、で解像度なんですけども見えますかね。はい、ここで変えれる。1280のね720なんですよ、はい、これの1280の720の最高設定で、まあ、この画面じゃ伝わらないでしょうけれども、さっきまでの角付きっていうのはちょっとマシになってると思います、はい、そうですね。でゲームやる最低限の解像度であれば、まあ、できるというそうですそうですことですね。はい、でまあこのあとねちょっとね敵とかだん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 倒していくんですけども、はいはい、これあのゲーム中に全部ちょっと設定変更を変えていっているので、はいはいはい、でもそれがね有効なゲームって結構ありがたいですよね。はい、まあ、こんなでっかい敵とかもいるんですよ。おー、強いんじゃないんですかこれ。強いですよこいつ。このアクションはまだ使用できません。はい、インしてすぐだったら多分死にます。おー、はい、でまあこんな感じでね、最高設定1280の720でフルスクリーンで最高設定にしても一応はそれなりにね遊べるんです、はい、ただ、FF に関してはフェイトというシステムがありまして、フェイトその時はね人がめちゃくちゃ集まるので、はい、厳しいかなと。じゃあ次ここの、まあ、部分なんですけども、はいはい、最高品質になってるところを、はい、じゃあ変えてみましょうかと。おうおうおう、今度は高品質のデスクトップ PC です。おー、はい、これで先ほどとあとは変わらずです。あ、9fps ってさっき出てましたね。はい、これですね。またちょっと
さっきよりまた多少滑らかになってます。そうですね、多少滑らかになってますね。多少滑らかになってます。はい、はい、で実際今こんな風にしてね、表示させてますけど、実際僕ゲームこの画面を撮ってる時っていうのは、はいはい、フルスクリーンで遊んでます、はい、なのでフルスクリーンで遊んでてこんな感じで遊べるので、はい、1280×720 そのす、まあ最初にね出てた、必要動作でしたっけ、はい、の分でやっていただければそれなりにいいんじゃねえのっていうのがですよね。だってこの時点でもう、はい、あの PS うんっていうよりも綺麗ですからね。そうですね、はい、FPS はちょっとかなってないですけども、うん、あのプレステ版の FPS 最大30の加減はなしというそういった FPS になってますね。うんうんうん、ね、ほら、コメントの中で、まあ、普通ですよねっていう声もあるんですけども。はい。うんうんうん、で、最後ですね。はい。まあ、標準品質、デスクトップ用の標準品質に変えた時が、はいはい、本当はね、一番わかるんですけど、この画面越しに見ていただけるとわかるのかな。これをね、標準品質に変えた瞬間から、マウスのスピードとかも全然違うんですよ。おう。あ、滑らかですね。わかります？さっきまでの違い、はい、マウスの角つきとかもなくなったんですよね。あ、もうこれ多分伝わってます、うん、おお。まあ設定さえ見直せば、そう、設定さえ見直せばほらね、ヌルヌルでしょ、滑らかでしょ、はい、520でも実は遊べるんだという、そうです、ね、これが今回の FF です。なるほど、はい、確かに設定すごく多いですからね、うん、あの影とかあと草の動きとかこういうのを抑えてあげるとね、そう全然ちゃいますし、ね、ただここまで落としてしまうと残念なのが、はい、後ろ、まあ、あの敵の後ろとかね見えているこの空の感じが全くぼやけてしまう、もう真っ白なんですよ。そこがちょっとね悲しいかなと。遊べるんだけど、はい、FF 本当に夜とかのね星とかもすごい綺麗だったりとか、はい、夕焼けとか、はい、そういったのも非常にあるので、はい、だからまあフルで楽しみたい方は、はい、まあもちろん760とかの方がいいんでしょうけど、まあレベル上げとかそういったところに重点を置かれる方は、そうです、ね、とりあえず遊べればいいっていう方であれば、はい、まあプレス3版、まあ言ったら悪いですけど、まあ、プレス3版よりかは、はい、520で1280で遊んでた方がいいかもしれないと。いけますね。で、うん、言ったらちょっと今回はあのベンチマーク取ってませんけれども、はい、あの APU でやるとか、うんうんうん、あと、ね、はい、あのまあ、インテル内蔵グラフィックでもそこそこの画質であれば、はい、実はさっきみたいにヌルヌルでプレイできますから、はいはい、そこが違いなんですけども、ね、このゲームを遊ぶにあたってですね、今動画を見せましたけども、はい、ちょっとした、まあ、僕が使ったデバイスとかもあるんですけども、はい、おすすめをねいくつかちょっと軽く紹介させていただこうと思うので、デバイスですね、はい、あ、じゃあ僕が、はい、いいですか、はい、じゃあ今回のおすすめデバイスはもう上からいきますよ、はい、はい、ではまずですね、こちらまあ、出たばっかなんですけども、ロジクールさんの G430、はい、これ実際僕使わさせていただきましたが、はい、これね、基本的には、ステレオピンな、あのマイクと、なんだっけ、マイクとヘッドセットの、はい、あの2芯がこう出てるんですけども、はい、実は中にですね USB に、はい、あの変換してくれるやつもついてるので、サウンドインターフェースがついてるわけですね。そう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 、はい、なのでこれを使っ、それを使って USB を使ってプレス3につなげてみました。おう、うん、音は出ませんでした。あ、まあ、あのボイスチャットする分にはねできたんですけど、はい、で実際パソコンで使ってみるとですね、はい、まあ、あの低音が結構前に来るような感じだったので、はいはいはい、攻撃とかのね、その辺のズシャっていう音とかっていうのは結構迫力があるかもしれない。あ、楽しくなりますね。うん、お値段が、8480円ですね。はい、こちら出たばかりの商品いいかもしれない、はい。水色でかっこいいですね。そうです。はい、そしてこちらも試してみました。オリオン、エイススのヘッドセットなんですけどもね。はい。はい、もう先に行っちゃいましょう。お値段がいけるかな。ちょっと上げるだけ。お値段が19,880円なんですけどね。はい、あ、分かりづらいかな。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。1980円です。はい。価
かりづらい。はい、まあそんな感じです。はい、はい、で、これも実際使ったらですね、こっちはあの G430 よりかも、低音は出ません、はい、ですが全体的に綺麗にまとまった音がするので聞きやすかったです、はい、おー、うん、あの G430 本当に低音が前に出てくるので、はい、前によってはちょっとあ人によっては辛いなって感じるかもしれないですけども、はい、こっちは全体的に綺麗にまとまってたので、まあそうですね、普通の音楽とかでもいいかもしれない。お、うん、そんな感じのデバイスでした。なるほど、はい、ちなみに、聞き、あ、じゃあ、付け心地どうでした？付け心地はですね、オリオンは軽いです。で、はい、G430 は右 の、はい、あのイヤーパッドがあるんですけど、はい、ちょっとそこがちょっと硬いかなと。そう、うーん、でも、はい、まあ、悪くはないと思います。耳がすっぽり映るんでね、はい、で、推奨と言われてます G710 プラス、はい、まあこの辺ですね、一応710の関してはマクロとかもあったりとかするんですけど、一応マクロはね、サポート対象外ではあるんですが、文字入力についてはこいついかがでしょうかというところで、こいつは試してません。はい、ちなみに、お値段が14,980円ですね。はい、はい、FF の推奨品っていうのがあるんですよね。はい、これも一応 FF 推奨品です。はい、ファイナルファンタジー自体がおすすめしてるデバイスという意味ですね。そしてこれはおすすめしてない商品です。 FF がね、 FF がおすすめしていない商品、推奨とは歌ってないんですが、はい、まあ、皆さん人気のレーザーブラックウィドウですけども、はい、これプレス3でも使いましたし、パソコンでも使いましたが、はい、普通に使えます。で、このカチカチ感ですね、もう十分楽しめますし、うん、非常に良かったです。なるほど、うん、で、はい、そこでこれと似たような形でですね、こちら、はい、これも試してみたんですけども、はい、これまあパソコン版で使う方はまあもちろん全然ね、問題ないんですけども、プレステ3版で使ったらどうなったか。お、どうなったと思います？どうなったんですか？使えなかった？いや、使えました、使えたんですが、はい、うん、ここのボタンがですね、はい、あ、分かりやすいかな、あ、ここのボタンがですね、はい、実は普通のキー入力の、はい、この辺と同じような感じに割り当てられてるので、はい、ボタンを押したら W とか A とか S とか Z とか出てきました。ああ、じゃあ進むとかは確かにできない。FPS 用ですもんね。はい。できなかったんですけども、はい、まあそんな感じでプレステ3でも認識をしました。はい。はい、で、あとは、戻ります。ちょっとヘッドセット戻るんですけども、これ、出たばっかのですね、サウンドブラスターの EVO ZX なんですが、お値段は高めです。22,480円、わかるかな、うん、はい、で、これ自身はちょっと僕は使ってないんですけども、はい、なぜここでおすすめを持ってきたかというと、これ実はですね、 Bluetooth でも使えるやつなんですね。お、でプレス3は Bluetooth も対応してますし、はい、まあパソコンでもいいですし、はい、そしてね、サウンドクリエイターねとも言われるサウンドブラスターが出してるね、はい、はい、製品ですので、これはちょっと買いじゃないかと。そうですね、外に出たらスマートフォンでも使えるわけですね。そう、スマートフォンでも使える、だから、はい、いろんなところで使えるデバイスとしていいんじゃないかなと。はい、そしていい音でやっぱし聞きたいっていう方ね、はい、こういったクリエイティブの、そうですね、クリエイティブから発売されたばかりの、2.1 チャンネルスピーカー、はい、T3300、 この T の意味はチタニウムなんとかかんとか、はい、っていうことで、まあ、ともかく音を聞いてみればわかるんですけども、シャキッと音が出るんですけども、しかも、はい、ウーハーからドカドカ引き締まったウーハー音が出るので、かなりまとまってるんですけども、いや値段が安い、はい、こちらの方はワンズの方で視聴器用意してますんで、ぜひぜひ聞いていただければと思います。この値段では最高峰クラスの、ね、音が鳴ります。素晴らしいです。はい、そしてサウンドつながり、サウンドつながりです。これはですね、はい、サウンドカードにも一応推奨っていうのがありまして、はい、はい、推奨されてますね、サウンドブラスターの ZXR、 まあサウンドブラスター Z シリーズ全般推奨されてるんですけども、はい、まああえてこれを持ってきたのは、以前も紹介しました、ね、ZXR の回を見ていただければ分かると思います。はい、はい、お値段は、ちょっと安くなりましたね、前に比べると、はい、18,860円です。はい、はい、そしてこちらも、はい、そして、今回ね、FF
14はオンラインゲームですね。やっぱしルーター、まあ、今回回線がね本当にね、まあ、サーバーのこともあるんですけども、本当に落ちやすいっていうのもあるんですが、はい、気持ちいい、俺はいいの使ってんだよっていうところでですね、NEC のこういったルーターもいかがでしょうか。そうですね、安定ですからね、はい、ね、11AC 対応で、867Mbps 最大出ちゃうよっていう商品が、お値段が14,780円なん、14,700円なんですけども、はい、引いたらわかるかな。はい、はい、わかりますかね。そのようなお値段となってございます。はい、はい、なのでこういったのもいいんじゃなかろうかと。はい、残り私のおすすめでございます。はい、最後。はい、コントローラーって使いましたっけ。使いました。ということでこちらファイナルファンタジー推奨のコントローラーの一つ、ワイヤレスゲームパッド F710、 お値段4,280円でございます。はい、こちら私も使っておりますが、もうかなり快適でございます。ロジコールさんが作るゲームパッドなので、あのしっかりしてますし、はい、電池がまあよく持つ。はい、でまあ使い勝手もいいもんですから、あで、ワイヤレスで4,280円ですよ。安くないですか。安いです。これもう発売された時はちょっとあのもうちょっと値段してたんですけど、今安いです。はい、はい、これもうものすごくおすすめです。快適なゲームプレイに。そして私が使ってるゲーム用マウスといえばこれでね、 G700、 はい、G700S、 私が使ってるのは S なしの700なんですけども、まあこちらの方もあのかなりの精度の高いマウス動作ができます。そしてこちらのマクロ機能ですよね、はい、基本的にはソフトウェアマクロっていうのはソフト、あのゲームの方で弾かれちゃうんですけども、こちらはそうではないマクロが使えるという、そういった製品となってございます。はい、FF やるならロジクールなますということでですね、はい、はい、以上がファイナルファンタジーやるならおすすめのデバイスでした。はい、で今回のちょっと動画ね、本当に申し訳ないです。あの店頭の方でですね、ちょっと見れるようにしときますので、また興味のある方店頭に遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、はい、では次のコーナー行きましょう。そう、今が狙い目キャンペーン情報。はい、2人で言うの久しぶりね。はい、ASUS Z87 チップセットマザーボードキャンペーンが、9月の23日まで開催しております。はい、対象製品と合わせると、ね、下記のキャッシュバックになっております。まあ、キャッシュバックというのは値引きになっておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。そして、レーザ プレゼントキャンペーンですね。MSI のノート製、ノートブック買っていただくと。ゲーミングノートですね。はい。はい、こちらのレーザーのマウスついてきますよっていうキャンペーン、まだやってます。はい。はい、Windows XP から7 or 8乗り換えキャンペーン、はい、はい、こちらもですね、もう本当にあと半年、半年、6月からスタートですね。違う、XP のサポート切れるのは2014年の3月なので、はい、はい、もうね、もうちょっとしかないです、はい、ね、今が乗り換えです、乗り換え時期ですからね。はい、7、8乗り換えのためにマザーボード、メモリー、CPU、 ハードディスクか SSD、 電源かケース、この5つで、XP7 または8ですね。はい、こちら購入時に XP 持ってきていただければ3,000円値引きちゃいますよっていうキャンペーンですので、はい、はい、ご活用ください。はい。そして、ちょっとストップがかかってしまいましたが、こちらのね、まとめななみちゃん、水着、うん、で、あの、ちょっとね、売れ行きがちょっと止まってきましたけども、あ、そうなんです。本当に残り、はい、数本なんですよ。はい。数本なんです。はい。はい、ぜひぜひ、もう、今年の夏の思い出に買ってあげてください。はい。はい。こんな感じです。それ面白い。はい。はい、では、何かありました？何かありました？ファイル作らないといけないね。どういうことですか？何を忘れてた？何か忘れてました。何か忘れてた、はい、そういうこともございます。はい。はい、では、もう一個行きましょう。スベレコミ製品紹介。今回は、もうなんか反対だったよ。はい。ねえ、待ち望んでいたお客様いらっしゃると思います。おう、一気に来たな。はい。明日発売です。明日発売。MSI さんですね。はい、GeForce GTX780 のライトニングが来ました。で、今回のですね、ライトニングから、実は、はい、ファンが変わっております。お！トリプルファンということでですね、はい、ツインフローザーじゃなくなっちゃいました。ツインフローザーで十分だって言ってたのに。ツインフローザーじゃなくてですね、まあ、ギガバイトさんのですね、
何でしたっけ。ウィンドホース。ウィンドホースの、に近いような形で、まあ、3つファンが乗ってますけども、まあでも、それだけやって、ちゃんとしっかりとね、チョッコイルとかも入れて、はい。はい、OC 体制バッチリの、バッチリの、はい、780のライトニング、明日発売なんですが、はい。お値段、おう、いい値段。9980 はい、こちら、はい、こちら昨日、先週ね、持ってきていただきましたね、三好さん、MSI の三好さんが紹介してくださった部分がありますんで、はい、中身を知りたい方は先週の放送の方を見直してください、はい、そしてこちらもですね、待ち望んでたと思います、はい、ね、先ほどまで言ってた760、ね、おすすめです、FF するにはいいかもしれません、それの、はい、ついに来ましたフォークです。フォーク、ね、MSI といえばもうフォークね、OC バッチリのね、パフォーマンスバッチリのっていう商品がこれも明日発売なんですけども、はい、入荷しちゃいましたね、MSI さん今回はね全商品にね、700番台シリーズ全商品にバイオハザードもついちゃってるんでね、ついちゃってますね、はい、バイオハザードついちゃってますんで、楽しみで見てはいかがでしょうか。でお値段が、はい、こちらは買えてない。あ、4、3、実際ですね、3万円後半だったはずです。39,480円。お、覚えてた。ん？ 760 のフォークです。フォーク、はい、すいません、ちょっと、はい、39,480円、当たってました。つねくん、珍しいですね。まあそんな感じの値段になってます。はいはい、そして、あれ終わり。終わりです。あと1個あります。はい、あと1個あります。これはですね、うちのスピーカー担当の、はい、監督が満を持して、満を持して、はい、入れちゃいましたっていうのが、これ明日発売。はい。これも明日発売です。はい。もう、サウンドといえば JBL みたいなね、スピーカーといえば JBL みたいな。はい、スピーカーといえば JBL。はい。というような、商品なんですけども、はい、実際のものがあります。じゃーん。もう結構ね、これね、可愛いんですよね。可愛いですよね。うん、で、ですね、USB での、はい、接続になります。USB1 本で、いけちゃうっていうね。はい、コンパクトで、まあ、音もいいと。はい。はい、で、横これ、ボリュームですね。ボリュームがあります。ボリュームと電源スイッチね。はい、電源スイッチとね。ね。はい。こういうね、デザインのスピーカーってあんまないんですよね。そうですね、かわいいですよね。うん、ちょこんと、まあ、モニターの横に置いてもらってもいいですし、ね、ノートパソコンの横に置いてもらってもいいですし、はい、でも音は USB ですが、非常にいいです。USB のみ？ USB のみです。いや、あ、違うわ。ボックスで行く。ですね。はい。こちらもいけます。はい、USB プラグ&プレイ式。うん、両方いけます。はい。両方切り替えれちゃう。スマホ、さしたら。スマホ、はい、スマホとかでも聞けちゃうっていうね。ここ、あ、横にありました。こちらにね、刺すところがあります。はい、そして音の方なんですけれども、いや、綺麗でしたね。綺麗でしたね。はい。うん。はい、いや、どう綺麗かは、これは視聴器を出すので、まあ、これが視聴器ね。はい、もう実際聞いてください。はい。はい、実際音が綺麗なんです。すごい綺麗なんです。はい。はい、で、まあ、低音重視というわけじゃないんですけれども、一つその普通の歌物聞いたらハイレゾ音源に変えたのかじゃないかっていうぐらい綺麗になります。はい、ちょっとエイジングしてみないと分からないですけれども、ちょっとびっくりしました。お、ちょっと世界違うって、ちょっと私が異世界を体験したようなそんな感じになりました。いつも異世界行ってない。まあそうですね。はい、そんな商品が5,980円でございます。値段がちょっとやばいです。JBL ですよ、はいはい、ね、5,980 円でこのデザインスピーカーが、はい、手に入るということで、はい、はい、あれないんじゃない、あれファイル作らないといけないって言ってるんだろう、はい、大丈夫、了解です、はい、わかりました、はい、あれのこと、はいはい、はい、以上かな。ではまあちょっとボソッと言ってたことはまた来週っていう感じですかね、はい、はい、まあ FF どうですか、どうでした、どうでした、どうでした、はい、一応私あれ買わせていただいたんですよ、一応ソフトは買わせていただいたんですけど、プレイはしてないです、全然やってないんですよ、ね、ちょっと他のことがね、いろいろあるんですけれども、はい、多分ね、僕やったらめっちゃのめり込んじゃうんで、
やばいですよね。PS を積む時もやばかったんですね。そうですね。でそんな私めげずにねフェンリルサーバーというところにいますんでね、はい、もしよかったら一緒に遊びたい方はねフェンリルにいます。で、はい、まあ正直ね今ね同説30万人ね、なんですけども、はい、同時接続30万人っていうね大きなコンテンツの本当に、まあね、国内ナンバーワンと言っても過言ではないオンラインゲームにまで上り詰めようとしている FF なんですけど、まだ足りないですからね、はい、まだ入れない人たちがいっぱいいるので、まあちょっといろいろなね記事あるかもしれないですけども、はい、でも絶対スクエニさんのことなので対応してくれると思いますし、楽しいです。おうん、楽しいのでせっかくなので、まあ、これを機会にちょっとチャットとかでももうオンラインやめちゃったとか、やる気ないなっていうような記事もちょっとパッと見たんですけども、パッケージ版ね、実際3000円ちょっとぐらいで買えるん でそれで買って30日間の無料があるので、そういったのログインのが落ち着いてから1回ぐらいやってみてください、ね、綺麗ですもんね、はい、面白いと思いますよ、はいはい、ってな感じで、はい、まあ、ちょっとはい、至らぬところもありましたが、今回のワンチャンネル以上となります。はい、ファイナルファンタジーおすすめ製品ということでですね、はい、いろいろ教えてきたんじゃないかと思います。はい、はい、ということでまた来週もまた見てワンズということでよろしくお願いします。おう、はい、うん、月額制、そうです、FF 月額制です。30日超えたら、1350円ぐらいかかります。エントリーっていう料金体制で、はい、1350円最低はかかります。はい、フルカスタマイズでも FF のモデル、あ、そうです、あ、そうです、そうです、ね、フルカスタマイズの方でも FF のモデルがございますので、FF 推奨スクエニ公認の、まあ、うん、はい、パソコンですね。FF14 の、ニコ生超会議とかで出した時にもうちの実際のねフルカスの機械を展示してたりとかもしてましたんで、そういったのもありますんでね、パーツわからないなっていう方もそういった BTO に近い当店のフルカスタマイズ BTO から購入いただいてもいいですしね。はい、はい、でな感じで、はいね、それを参考に組んでいただいてもいいですね、はい、そうです、ね、はい、ということで、はい、今週お楽しみいただけましたでしょうか。また来週も見てくださいワンズチャンネルを。それではまた来週、バイ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 。来週何すんの？決めてないそうですよ。え、そうなん？一番新しい CPU になるかもしれないです、ね。にゃー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 、そこは言っちゃダメよ。あ、置いときましょう。ねえ。3とか、ペンティアム Z とか。はい、バイバイ。はい。ダメですよ、つねくん。ねえ。ペンティアム G やりたいんですよ、ね、ただでさえもうね、非現実的なところばっかり言ってるんですから、